警察と消防によりますと、午前8時ごろ、沼津市東シージで、火事があった家の住人から、建物1階から火が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。捜査関係者によりますと、この家は6人暮らしで、出火当時、家には5人がいて、全員避難しましたが、このうちの80代の男性が後頭部に軽いやけどをしました。またこの火事で隣接する住宅の壁なども焼けたということです。警察が火が出た原因を詳しく調べています。